札幌市で9月6日、新型コロナウイルスの新たな染め者が70人を超える見通しであることがわが、ました。100人を下回るのは75人だった7月27日以来41日、リで、前週の134人を約60人下回る見通しです。13日連で、前週の同じ曜日を下回りました。8月27日から3、目となる。 緊急事態宣言が発令され11日目、徐々に染め者の減少傾向が見られます。人口10万人あたの1週間の新規感染者数は9月5日は54.3人で、緊急時宣言の目安となる25人を47日連続で超えて今48日連続で25人を上回ることになります。札幌市は9月5日は 新たなクラスターが2日連続で確認、れませんでした。クラスターとは別に、市内の5の小中学校で学級閉鎖となり、学校での感染、任が続いています。札幌市の使用病床数は9月4時点ですぐに対応できる563床中287床、約51%で半数を、え、病院以外の宿泊施設や自宅で療養。 待機、ている人は9月5日時点で1468人と、前日より4人減り、した。北海道全体の感染者数は、9月5日は12日、連続、前週の同じ曜日を下回りましたが、1ヶ月以上、わたり200人以上となっていて、全道で高い水準、続いています。死者は確認されていません。生は、緊急事態宣言を北海道と、宮城、 岐阜、愛、三重、滋賀、岡山、広島県に二十七日から拡大、例で、発令地域は二十一都道府県となり、北海道は三回となります。発令は二十七日から九月十二日までです。北海は、札幌市、旭川市、小樽市、石狩地方の種類を引下げする飲食店へ、休業要請、その他の地域の飲食には、時短要請とし、 公共施設の休館、高校は馬、ま、四時で完全下校とするなどの対策を決定してます。8月15日以降の北海道の新規感染者数、札幌、分け、8月15日、366、206、デルタ株疑い最多275人、札幌も、最多165人8月16、357、220、8月17日、410、 187、旭川市最多53人、デルタ株疑い最多280人、札幌、最多173人8月18日、595、309、旭川市最多56人、デルタ株疑い最多294、8月19日、575、318、緊急事態を要請、旭川市最多60人、デルタ株、い最多307人、 札幌も、最多205人8月20日、523、297、まん延防止措置。川岸に、拡大8月21日、579、321、旭川市最多65人、デルタ株疑い最多373人、札幌も、最多258人8月22日、529、293、8月23日、 420、253、月曜日で過去最多8月24日、426、220、旭川市過去2番目60人8月25日、568、289、旭川市過去最多83人、緊急事態拡大決定8月26日、504、285、8月27日、382、186、 緊急事態宣言発。8月28日、457、274。8月29日、359、198。8月30日、266、134、24日ぶり300人。下回る8月31日、305、1 7十。9月1日、351、173、9月2日。 3,14,189,9月3日、251,147,1週間で2度目300人下回る9月4日、224,110、前週から約半、9月5日、218,142。